はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカのオールドカメラ、フィルムカメラですね。バルナック 3F というモデルの、はい、オールドカメラになっております。はい、バルナックライカといえばですね、もう 3F というぐらい非常にポピュラーなモデルになっております。でもって、こちらのシンクロメモリですね。これが赤い刻印で描かれております。通称、レッドダイヤルと呼ばれるモデルですね。はい、今回は、セルフタイマーなしのですね、故障の少ないシンプルなセルフタイマーなしのモデルになっております。はい、ぜひチェックしてください。外観から見ていきますけれども、今回は大変ですね、綺麗な状態です。こういう軍艦部とか、こういう肩の部分ですね。すれあたり凹みといったものは、ほぼほぼ見当たらない非常に綺麗な状態ですね。はい。ご覧いただいている通りですね。はい。こういう肩にもぶつけた跡もありませんし、アイレットも綺麗ですね。はい。アイピースも割れたり、ぶつけたりしてませんし、メッキが剥がれたり、劣化したりとかですね、こういうダイヤル部分に摩耗があったりとか全くしないですね。大変綺麗な状態だと思っていただいていいと思います。底面にはですね、以前のオーナーさんが貼られたこの保護シールが貼られているんですけれども、まあ、せっかく綺麗に貼ってあるんでこのまま渡しますけれども、まあ、邪魔だったらですね、こう剥がしていただいた方がいいのかなと思いますね。結構がっつりくっついてます。はい。一応ご留意ください。はい。で、持ってですね、針側の状態ですね。針側もですね、こういった剥がれたり欠けたりしやすい部分もしっかりと貼られておりまして、はい、こう浮いてパキパキもしてませんし、こう手に握ってしっくりと、はい、ホールドできる状態をキープしております。ファインダーですけれども、こうフロントから見て曇りカビ、バルサム切れなどの症状はないですね。接眼部から見ても、暗くなったりとかですね、曇ったり、カビがあったり、ホコリ塵がたくさんあったりしないですね。ピントの20ゾーンもくっきりはっきり、コントラスト強く出ておりまして、縦ずれもなく、ピント合わせ、こちらのフレーミングともに、はい、何のないファインダーをキープしてます。シャッターの状態をキープ、確認していきます。シャッターはこの上側のダイヤルが高速側ですね。低速側はこっちのフロント側のダイヤルになっております。はい。低速の1分の1秒から見ていきます。これがシャッターボタンですね。はい。これ1秒ですね。はい。1秒しっかり。はい。刻んでますね。続いて2分の1秒。はい。2分の1秒も、はい、適切に、はい、刻んでおります。次が5分の1秒ですね。はい、いいですね。しっかりと可変して動いて、シャッターの粘りとか、膜の遅れなどないのかお分かりいただけます。では、上側のダイヤルに移って、中速の、はい、100分の1秒を見ていきます。はい。これもしっかりと切れてですね。あのシャッター音も変わって、しっかりと切れてるのがお分かりいただけます。はい。高速は1000分の1秒までありますけれども、こちらもですね、しっかりと、点検しておりますので、はい。安心してお使いいただくことができます。低速から高速まで、シャッターに全く問題なくご使用いただくことができます。底蓋を外していきます。はい、底蓋外してもですね、金属の腐食、錆、汚れなどなく、綺麗な状態です。オリジナルのスプールも付属しております。はい、綺麗ですね。底蓋もこうしっくり閉まってまして、きつすぎたりとか、こう弱くなったりとかしてないですね。はい。ということで、非常にいい状態の、はい、バルナックライカ 3F。はい。レッドダイヤルのセルフなしですね。このままでも十分、ご使用に問題ない状態の
3F ですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。はい。ということで、はい。バルナックライカの代表的モデルになります。バルナックライカ 3F のレッドダイヤルセルフなしバージョンになっております。大変人気のモデルになっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。